21日水曜日時刻は7時になりました。ラジオドッキの方もラジコドッキの方もこんばんは。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティは私ラップグループライムスターの歌丸です。そしてはい、水曜パートナー TBS アナウンサーの日比真央子です。あっという間にノーコーナー1時間過ぎてしまいました、ね、早いんですよ本当に、ね。はい、アフターシックスジャンクション、この後7時台8時台何をやっていくか、ラインナップを改めてご紹介しましょう。まずこの後すぐ毎日様々なゲストが音楽を届けてくださるライブ&ダイレクト。本日は TRF のリーダーで盛り上げ番長、皆さんご存知、番組月1レギュラーでもあります DJ コウさんがこの第6スタジオにもうすでに降臨して今セッティング中でございます。はい、もうアクリルはあってもそれを超えてやってくる DJ コウの圧、高圧DJ コウ降臨、跳ねている、はい、本物降臨でございます。そして、はい、7時45分頃からは投稿コーナー、あなたの映画館での思い出や体験談をご紹介、シアター一期一会です。続いて8時からは2夜連続でお送りします解像度高すぎ新作シリーズ、本日はアニメ音楽編です。皆さんご存知、大ヒット中鈴木の戸締まり、あ、鈴木じゃん、なんだ鈴木って誰だ鈴木だ誰だろう、鈴木の戸締まり大ヒット映画、それはもうただの鈴木の日常である。鈴木がね、鈴木がすごい年末ね、すごい泥棒よく入るんだってっつって、うん、すごい戸締まりに気をつけるよ。鈴木の戸締まりもいいが、鈴木さん戸締まりちゃんとお願いしますね。そこは広げてる場合じゃない、大ヒット中の映画はスズメの戸締まり、はい、これを映画音楽の視点から読み解くこと、どうなるか特集ということで、音楽ライター小室孝之さんに詳しく解説していただきます。あ、鈴木の戸締まり結構を引いてます、見たい。番組のお便り、歌丸@tbs.co.jp 歌丸@tbs.co.jp までお待ちしています。それではアフターシックスジャンクション、今夜も9時まで生放送。アフターシックスジャンクション、東京赤坂の TBS ラジオから生中継中、ライムスター歌丸、アフターシックスジャンクション、ミュージックとライブダイレクト。今 DJ コウさんと一緒にね、すでに鈴木の戸締まり広がりだしてるからね。もう目下なのは間違いないけど、ね、鈴木さんの戸締まりじゃないから、絶対後輩だと、鈴木あいつ戸締まりしたのかなっていう、物質の戸締まりちゃんとしたのかよみたいなね。鈴木の戸締まりね、すいません言い間違いでございます。はい、ということでここからは毎日ライブや DJ プレイなどさまざまな形で音楽をお届けしているライブ&ダイレクトのコーナーです。今夜のゲストは皆さんご存知、 TRF のリーダーで盛り上げ番長、番組、月一レギュラーでもご出演いただいております DJ コウさん、本日は TBS ラジオ第6スタジオに生にお越しいただいております。コウさんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おめでとうですね。ありがとうございます。よろしくお願いします。どうも、いや、まさか今日直でお会いできると思わなかったんで、こちらこそよろしくというダンスです。はい、パッション赤坂でね、はい、ついそこにすぐそばにいるなってのはあったんですけどね、はい、だんだん近づいてきました。だったら来ていただいた方がいいかもしれない。はい、いやでもお忙しい中本当にありがとうございます。いいえ、こちらこそ。テレビで見ない日はないという言い方よりも、コウさんの場合は見ない時間帯がないレベルに今ね、なりつつありますからね。大活躍、見つけられ上手なんですよ。いやいや、コウさん、ちょっと後ほど、はい、コウさん出てた番組でぜひちょっとその話伺いたいなと一個あるんで、はい、ちょっと後ほど伺わせてください。はい、ということで改めて DJ コウさんのご紹介、日比さんしておきましょう。はい、1961年8月8日生まれ、東京都のご出身です。トータル CD セールスは2100万枚を超え、今なお多くの人に愛され続ける TRF の DJ リーダーでいらっしゃいます。ソロとしては触れ合う人々をエネルギッシュに、元気に、笑顔にをモットーに、ダンスクラシックや EDM、J-POP、アニソン、ゲーム音楽まで幅広い音楽を DJ プレイされています。昨年12月7日に夏エモティック J-POP 神バズヒットソングス DJ コープレイリストメガミックスを CD で発売されました。そして今年2月25日 TRF はデビュー30周年を迎えられ、その2月25日には TRF 30th Anniversary Live サンクスライブ&パーティー2023が ZEP 羽田にて開催されます。こちらはもうすでに完売と、さすが。はい、ということで、はい、まあ TRF 記念イヤー30周年おめでとうございます。ありがとうございます。すごいことですね、本当にね。はい、ありがとうございます。いやでもそれで中でも特にますます元気なコウさんですから、はい、そこがすごいことですよね。いや、ここからですよね。ここからさらにそうやって思ってやっていかないと。コウさんね、その大活躍ぶりの一端として、私、はい、テレビをこう見ていたらですね、はい、ポーカーの番組でテキサスホールデンというね、今流行っているホールデムとい う, こうスタイルのやるつで、おしゃべりホールデンっていう番組のロンドンのアーティストさんがね、そうそう、はい、で皆さんこういろいろこう、はい、やる中で、はい、まあコウさんが圧倒的な強さを見せつけ、
というくだりを拝見しまして。そうなんですよ、ね、実は僕ポーカー強気なんですよ。マジで、はい、前からお得意なんですか。そうですね、そこまでしょっちゅうやってるわけじゃないんですけども、うんうんうん、そのやっぱり心理戦ってあるじゃないですか、はいはい、DJ そういうのが好きなんですよ。読み合う、はい、フロアをどれだけ温めていくかみたいな、はいはいはい、なんかそういう感じで巻き込んでっちゃうっていうところで、なんかねご出演してる皆さんの中でもちょっともう別格扱い、化け物扱いされてましたもんね。妖怪と呼ばれましたね。でもそのぐらい、あの DJ シーザーさんというね、この間もミックスしてて、シーザーさんもポーカーハマっててすごい大会とか出たりしてるみたいだけど、うん、あのコースさん強くてって言ったら、いやあの人強いんですよつってしみじみ言ってましたから、はい、もう伝説化してますね、もはやね。そうですね、こっちでも特技に入れるっきゃないです。本当に、いや、はい、だからこんなこういうとこでもやっぱ輝く鉱山すげえなと改めて感服した次第でございます。改めて TRF30 周年、はい、まあね、あちこち聞かれてると思いますが、振り返ってどうとかありますか。あのもうあっという間です、うん、はい、あの27周年8周年の時は あと2年3年あるのか、それまでやってられるかなって思ってたら、やっぱり目の前のことどんどんやってると、 あっという間に30年来ちゃったわ、頑張んないとっていう、うんうん、それしかないですね、はい、今年はじゃあ TRF として結構いろんな形で動かれるんですか。はい、やっぱりライブを中心に、うん、やっぱり、これまで、うちね、あのファンクラブというのが存在しなくて、うんうん、なので、応援してくれた方やスタッフの方含めて、うんうん、なんかあのコミュニケーションやっていきたいなっていうのをちょっと大切にしたいと思います、うんうん、確かにもうファンの方ももう人生ね、人生ともに TRF みたいなことですもんね、やっぱね。はい、もうね、お子さん連れでも、うん、2世代でなんかすごく楽しんでもらえたらと思ってます、うんうん、はい、そんな中ね、あのだってコウさんもダンス覚えるって言ってるんですもんね習い始めたんですよやってるんですね、やっぱね、うんうん、あのストレッチとかアイソレーションだけで、うんうん、あの次の日筋肉痛になってこれヤバイバルダンスだわと思いながらヤバイバルやってますちょっと体壊さない範囲で、はいはい、いやいや、でもコウさんタフだから本当にね、そこもねやっちゃう。ということで、本日はどんな感じのミックスになりそうでしょうか。はい、そんな感じでですね、TRF の30周年を記念いたしましてですね、この番組でもお世話になっているのと、この番組を利用させていただきまして、はい、うん、TRF のリミックストラックスで、うん、ちょっと今月とまた来月ぐらい行きたいなと思っております。これ TRF もちろんだから、そのあのあの小室哲哉さんが、はい、その当時 その世界的なダンスミュージック の、はい、そのトレンドとかをいかにこう J-POP なんかに押し込むかということを、まあ、実験的にいろいろやられてきたと思うんですけど、さらにリミックスバージョンとなると、はい、その時その時の本当に最先端サウンドが結構取り入れられてるわけですよ ね。はい、あのおかげさまでその、90年代、うん、ブレイクさせていただいて、うん、あのそういうあの予算的なこともあったので、うんうんうん、もうこの人にリミックスやってもらいたいっていう海外の、はい、もうスーパーリミキサーにやってもらってることができたんで、ギャラがそのリミックスをギャラが気が遠くなるみたいな。そうなんですよ。でもできたんで、それ財産だなと思って、あのこの番組でやらせていただきたいなと思ってます、はい、明らかにそれがやっぱり日本 の、 その若い世代のダンスミュージックに対するリテラシーというかな、センスとか、 そうです、ね、そこの土壌には絶対なってると思いますからね、はい、はい、ということで本日 DJ コウさん、このね第6スタジオで生でミックスしていただきますので、皆さんもぜひリアルタイムでの感想をあちこちからお待ちしております。宛先は歌丸アットマーク tbs.co.jp、 歌丸アットマーク tbs.co.jp まで、皆さんいろんな場所からの、もちろん TRF リアル世代も結構だし若い世代も大歓迎、いろんな立場いろんな場所からのメールお待ちしております。それではここ TBS ラジオ第6スタジオから生ミックスでお送りします。 DJ コウさんによる、TRF 30th year TRF リミックストラックスです。行ってみよう。さあ TBS After Six Junction Live and Direct。さあ今夜はライブ&ダイレクト After Six Junction TR30 周年を記念いたしましてですね、感謝とノリを込めてですね、 TRF のオリジナルではなくリミックスサウンドを皆さんにお届けしたいと思います。
まずはボーイミーツガール当時 TRF 必ずですね、シングルとしてはリリースしてたんですけども、それと別に必ずアナログ版っていうのを切ってですね、クラブに配布させていただいて、それにさらにハイパーミックスシリーズというのを作ったり、バーストドライブミックスというですね、その時期に合ったリミックスサウンドをですね、やっぱりダンスフロア意識して、作らせていただきました。その中で、私 DJ コーがリミックスをさせていただきました。 DJ コーリミックス、800というシンセがあったんですけど、そのピアノの確固たるサウンドがこれです。 So After Six Junction、 2020残念も最高な年でありますように。30周年
も2000年代になってですね、だんだんといろいろなハウスシーンであるとか、それからミニマルハウス、ハウトハウスのシーンに、どんどんといろんなミックスと融合していきました。シーバー&ゴーゼンス、サンダーパスミックス。ちょうどこの時期、90年代後半になってくると、ハウスからだんだん四つ打ちが分散化してですね、トランスからハウスっていうことなのかな、そういう四つ打ちがいろいろと分散化してきた時で、こういう四つ打ちに結構シンセのすごくリフが盛んに使われている時期で、そんな中やっぱりサンダーバス、ポーラ・アブドゥールのリミックスとかやっていて、絶対にこの人にやってもらいたいと思ってオーダーしたら、この音が上がってきました。シルバー&ゴールデンサンダーバスミックス。日本人が作ってくれました。 So everybody, so go into love. え、実は TRF デビューがですね、Easy to Dance ではなくてGoing to Dance、 この曲なんですけれども、この曲のオリジナルがあって、それをジュリアナ用なクラブリミックスにしたのがこのサウンドですね。でちょうどこの当時、日本的に国内で革命だったのが、日本人によるリミキサーが、日本国内に向けて作ったサウンドというのが大ブレイクしていったっていう、そういう90年代のダンスチューンのですね、幕開けでもありました。スターゲイザー Going to DanceMasquerade.
は全てを見せない、駆け引きじゃなくプロテクション、かけ根なしのプロモーション、熱く強く激しく高ぶる、当時いろいろなですね海外のリミキサーの方にですね、かっこいいリミックスを作ってもらってたんですけども、結構それで困ったことが一つあって、そのボーカルトラックを送るんですよ。そうするとトラックが先行してなかなか歌を使ってもらえないっていう、そういう時ありましたよね。本当にもうボーカルをサンプリングだけして、それをもう独自のトラックに乗せてリミックスですよっていうのも成立してましたけど、この R&M プラネット、このリミックスチームはちゃんとしっかりとこのマスカレードを使ってくれました。リミックスの楽曲を流しててオリジナルの曲を説明するのはなんですけれども、このマスカレード結構ディストーションギターのソロが入ってるんですけども、それもなんと小室さんが JD800 でシンセで弾いたギターソロだったんですよね。リミックスに入ってないのを話すのはなんですけども、今夜は私ジャンクション Live and London Live and Tonight。あとですね、僕ツイッターの方にも上げさせてもらったんですけど、今日やりますよって、ライブ&ラウドというふうに間違えておりますんで訂正させていただきたい。もらえると本当に思ってなかった、憧れのリミキサーです。 K クラスというとボビー・ブラウン、ジャネット・ジャクソン、それからルーサーバンドです、ニューオーダー、リアーナ、そして
ホイットニー・ヒューストン、数々のリミックスをね、忙しい中やってる中、オーバーナイトセンセーションのリミックスに作ってもらいました。やっぱりトットテリーと並んでというか、その後ですよね、 K クラスはね、すごくもうハウスの重鎮です。 Everybody shakes! さあ、というわけでアフターシックスジャンクションライブダイレクト、今夜はですね、TRF の30周年感謝とエールを込めてですね、TRF のリミックストラックスお届けいたしました。コウさん、ありがとうございました。いや、今日は特にやっぱりコウさんのミックスと解説が本当に最高、ありがたいし、あとやっぱ当たり前だけどめちゃくちゃかっこいいですね。K クラスがめちゃくちゃかっこいい。ミックスってもう時代背景もありますけど、ね、うん、やっぱりかっこいいというか、はい、本気の、ね、本気の当時の本当に世界のフロアの音がしてるから、はい、いや、もうめちゃくちゃすごく、やっぱこのコウさんのミックスとかいろんなこうSE っていうかね、エフェクトの入れ方とかも、はい、いつも以上に本当にもうバッチリさえ渡って、はい、これぞ真骨頂という感じでしたね。ありがとうございます。はい、ちょっと興奮していろいろ話しすぎちゃったけど、はい、メールもいっぱい来てますんで、コウさんのね、ミックスのまたお話と、皆さんの感想メールご紹介していきたいと思います。はい、宛先はローマ字で歌丸アットマーク tbs.co.jp まで、またまだお待ちしています。アフターシックスジャンクション、この時間はライブ&ダイレクトをお送りしています。はい、今夜は TBS ラジオ第6スタジオから DJ コーさんによる TRF 33 year TRF リミックストラックス生ミックスでお送りしました。コーさん、改めてありがとうございました。ありがとうございます。ね、やっぱりでもコーさん、ちゃんと TBS 局内にコーさんの本気のミックスを響かせんとかないといけませんよ。そうですよね。連中にちゃんと分からしとかないといけない。これがダンスミュージックだぞ、フロアだぞと本気を出しとかないといけない。はい、そしてやっぱり本気といえば、その当時のやっぱり当然もちろん TRF の売り上げのね、凄さというのもあるだろうけど、はい、ミックスのさっきから言ってますけど、本当に当時の世界の本当にフロアのサウンド、そうですね、よく受けてくれてるし、その各プロデューサーも結構本気の音ですよね、どれもね。そうです、そうです。でだからもう基本のそのリミックスを作る、はい、トラックがもう共通のものがあったりしたんでしょうね。そうですね、多分だからそうですよね、うん、やっぱりこいつ分かってるやつらだなっていうの分かったんでしょう、やっぱりね、それはね。そうですかね、間違いなくね。いやー、僕サンダーパスミックスのシルバー&ゴールドダンスとかもう書かれちゃう、かっけーそうなんですよ、なっちゃったし、あとやっぱ K クラスめちゃくちゃいいですね。やっぱり K クラスね、うん、やっぱりそれでさらにヒットチャートにも送り出してるっていうのがすごい価値ありますよね、リミックスなんだけど。そうですね、はい、当時これもちゃんと売れてるわけだから、オーマネントセンセーションのこうサビでちゃんとこう、はい、なんか転調とかもすごい活かしてて、はい、これフロアで聞いたらむちゃくちゃ踊っちゃいますよ、これ。そうですよね、はい、それが洋楽と混ざって四つ打ちのハウスにしっかりとハマってるっていうのは嬉しいですよね。あとなんか先ほどおっしゃってましたけど、やっぱりその時期的に日本人のそのトラックメーカープロデューサーみたいなサウンドもちゃんとかけられる時代になってきたってことですよね、はい、そうなんですよね、うん、それまでフロアっていうのはもう洋楽のものが当たり前だったんですけど、うんうん、その音を真似することから、はい、もう肩を並べるっていうことに、うんうん、なってったっていうのは嬉しかったですね、はい、あ、もちろんだからそういう意味ではコウさんの最初のボーイミツガールのミックスもめちゃくちゃかっこよかったし、はい、なんかそういう時代の変遷とかコウさんたちがその後なんていうのかな、はい、僕らとはまた違う、僕らアンダーグラウンドでしたけどヒップホップ界で、うん、はい、なんかメジャーシーンのど真ん中で戦ってきたみたいなこともすごく伝わってくる、はい、そうですね、本当に、はい、ミックスで素晴らしかったです。いや、とはいえやっぱりもうキック命でした。いや、本当にね、これをだからそのキックってね、その太鼓のドンってところですけど、はい、これをやっぱりいろんなところで鳴らしてたわけですもんね、やっぱね。そうですね。それがもう入っちゃった遺伝子の連中がいっぱいいるから。そうです。日本の音楽像もすごい変わりましたよね、世界ね。はい。はい。はい、いや、すごい、それが本当に伝わってくるような素晴らしい、リミックスだった、ミックスだったと思います。はい。ですね、メールもいっぱい来てまして、ご紹介させてください。ラジオネーム、モルトさん。コウさん、ようやく今年初登場ですね。今日も残業中に聞いています。暖房なしなので、ホットにさせてください。マジか、それ寒いだろ。寒いな。ご機嫌なプレイと解説がいつも通り楽しいです。今年も期待しています。あとね、ラジオネーム、ハーツンチンゲンサイさん、コウさん明けましておめでとうございます。今年も月に1回のコウさんミックスを楽しみに1ヶ月を過ごします、はい、本日のミックステーマなんと TRF 30周年満を持してですね、TRF ってなぜか懐かしいというよりも若かった頃の何かもっと心の深い部分の郷愁を引っ張らせてくれるんです。ユキさんの声が聞こえてくると思わず胸がキュッとしてしまうのです、はい、しかも今日はリミックス、スターゲイザー、トゥーアンリミテッド、リミテッドミも味混ざった、はい、90年代初頭の雰囲気のクラブミックス最高です。分かってらっしゃる、ね、分かってらっしゃる、はい、あとバクバクさん、TRF 30周
年おめでとうございます。私たち世代にはとびっきりのリミックスでした。91年入社組の私たちは毎日 Easy Do Dance でオールの日々でした。カラオケボックスで DJ の真似事散々やってましたよ。こういうの、こういうの、こういうのやってんだよ、ね、なるほどなるほど。はい、ということで、いやもう真骨頂という感じです。本当に楽しかったです、はい、もうありがとうございます。僕結構第6スタジオなりに踊って結構本気で汗かいちゃった、はい、またちょっと心臓バクバクしてる、うん、はい、ということでぜひコウさんから、お知らせごとなどお願いします、はい、1月15日日曜日なんですけど、ラグビーのリーグワンというですね、うん、開催がありまして、そこのワイルドナイツ、埼玉ワイルドナイツのホームにて、DJ をさせていただきます。はい、それはあの合間のハーフタイムとか、そういうあの前半とハーフタイムと全部あの応援 DJ、 あすげえ、今ラグビーとそういう DJ のエンターテインメントがもう、うん、あの共有しているというシーンです、はい、ワイルドナイツです、うん、そして19日の木曜なんですけども、こちらふるさと祭り東京2023東京ドームでですね、踊らないとという、うん、イベントをやります、はいはい、そこでも盆踊り、僕日本盆踊り協会 の、 あの芸術顧問になりました。おーやばい、すごい、はい、DJ と盆踊りの融合をやらせていただきます、はいはい、今盆踊りもね、いろんな曲で踊りますもんね。そうなんですよ、そこでもまた TRF も振り付けがついてたりしてますし、やばい、はい、あとやっぱりクラブ活動は今年も続けていきます、うん、21日は福岡イビザ、うん、そしてですね、28日の土曜日は札幌のキングムーに行かせていただきます、はい、そして26日、あ、これはクラブ活動じゃないんですけど、うん、大阪芸術大学、はい、で今年最初の講義をやらせていただきます、ね、コーナー取り混ぜて、はい、はい、ということで、はい、あとはもちろんもうね、あのいろんなテレビとかでの活動も YouTube とかもね、本当含めてもう、はい、すごい TikTok ももうフル回転ですね、もうね、いや、本当にね、あの還暦の時に、いやこれからどうやって老化を防ごうかみたいな、防ぐことを考えてたんだけど、うんうん、でもそうじゃなくて新しくいろんなことをどんどん始めていったら、はい、それが明るく元気になるな、それで皆さん元気になってほしいなっていう考え方に、うんうん、はい、やっぱり1年かかってシフトしましたね。いやー、そうなんだ、高3、はい、でも進化してるんですね、やっぱね、そこ考えますよ、やっぱり、やっ、はい、と厄年も終わったんで、うん、ね、いやでもお元気で何よりでございます、はい、今後ともこのコーナーもよろしくお願いします。はい、こちらもよろしくお願いします、はい、本日のライブ&ディレクト、ゲストはおなじみ DJ コウさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。イエーイ。今夜のミックスもう一度聞きたいという方はラジコのタイムフリー機能で来週の水曜日まで聞き直せます。どうぞご活用ください。そして明日のこの時間は、出演予定だったさよひめ坊さんが、体調不良によりちょっと出演延期ということになりましたので、はい、代わりましてパソコン音楽クラブの柴田さんによる、はい、明日も、明日はグローブメガミックスです。おそう、レンちゃんなんかわかんないけど TK レンちゃんみたいななんで柴田くんがって柴田がよろしく